2019オートバックススーパー GT ラウンド5富士500マイルレース予選終了後のインタビューです。55号車の皆さんにお越しいただきました。お疲れ様でした。61キロ積んでの11位です。土屋さん、上出来ですよ、61キロ積んで本当によく51番手で帰ってきてくれたなっていうね、そんな感じです。まあ、新一もやっぱり Q1 通ってくれて、で、ギレイがちょっとこう新一からアドバイスもらって11番手、これはもう本当に我々としたらまたタイの引き続き1ポイントでも2ポイントでも取って帰ろう、シリーズチャンピオンに向けて頑張りますよ。亀さん走行でいきます。いやー、そのことを受けて、高木慎選手 Q1 15位。フォークショーではね、もうちょっと行く予定だったんですけど、思ったよりですね、現実はちょっと厳しくてですね、まあ本当は Q1 はまあ難なく通るかなと思ったら、そこがもうギリギリだったので、本当ちょっとしたミスでまあ Q1 を落ちそうな感じだったので、まあそこをね、うまくその Q2 ではまあ2例がしっかりねアジャストして、まあタイムも上げてくれてね、順位もまあ11だから、まあすまんねーっていうことにまあ引っかかったんじゃないかなと。まあ明日は長いレースなのでね、チーム力をしっかりですね生かしてですね、一つずつ前に行けばですね、表彰台に近いところまで行けるんじゃないかと思ってますので、応援よろしくお願いします。期待しております。さあ Q2 11位でした福住二礼選手です。はい、そうですね、今回僕は Q2 を担当させてもらったんですけど、高木さんが見事 Q1 は結構ギリギリで結構余裕そうな雰囲気出してたんで、多分本人が一番驚いたと思うんですけど、めっちゃ焦った。